目元プロデューサーの柿内彩子です。で今日新製品発表会に来させていただきました、PR のりんさんです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2月15日に発売される新製品の説明をりんさんからしていただきます。はい、ではこちらですね、キリンのソフィーから生まれたベビーコスメということで、ソフィーラジラフベビーバブルバストになります。でこちらが、2700円なんですけれども、特徴としてはインマスケアがあってきます。なので、仕様としてはですね、浴槽にまずこちら液を入れていただきます。大体500円玉ぐらい入れていただきまして、でその後勢いよく、お湯を入れていただきますと、こうふわっとした柔らかい泡ができますので、もうそちらのお湯を張っていただいて、お子様と一緒に入浴していただくだけで、こう全身こう保湿しながら洗浄もできてしまうので、本当に時間のないお子様、お子様にぴったりな商品となります。実は、これ先にいただいて使わせていただいたんですけど、かなりしっとりします。で、もちろんアレルギー症状とかも出なかったですし、私何よりもやっぱり子供とのバスタイムの時間って超大事にしてるんですよ。でやっぱ泡があると超喜びますね、子供すごい泡があるだけで喜びますし、安心して使えるっていうところでいっぱい遊べるなっていうので、皆さんにもおすすめしたいって思ったのが一つと、あとバスタイムをすごく重要にしているもう一つの理由が、血行が悪いと一気に目元ってクマが出たりとか、忙しいママこそ子供との時間もつけれるし、美容にもいいので必ずお風呂には入っていただきたいですよ。なのでもう目元の血行を上げるとき、私も時間ないなと思ったけど、何をしようと思った時にもうお風呂のバスを貯めて5分だけでも使ったんですよ。それだけでもう血流が良くなって、目元も一気に明るくなったので、皆さんにもそれは試していただきたいと。オーガニック成分で構成されているので、そういった肌への敏感な方ですとか、こだわりがある方にも使っていただけます。肌荒れが気になる方はぜひこちらを使っていただきたいなと思います。やっぱりママさんのプレゼントといったソフィーっていうイメージが私すごくあるんですけども、しかもこのソフィーが大きくなったものが登場するということなんです。通常18センチなんですけれども、プラス3センチ大きくなった21センチのソフィーが今回日本初上陸として出てくるので、嬉しいです、ね、今までと違ったソフィープレゼントしたいなっていう方は、お祝いとかにもらってすごい可愛いなって見た目思うんですけど、見た目だけじゃなくてこれ音が鳴るんですよね、なので子供もすごいうち喜んで、しかも歯固めにすごい良くて、もう噛みまくってますけど、でもソフィーちゃん全然元気にうちもいますので、ちょっとすり減ったりしてるんですけど、その子ならではの ね、カラーが出てくる。あ、なるほど、そうなんですね。ハムハムしてもらえるといいなと思います、でしかもまたバスタイムにで遊べるアイテムも出てきたということで、今回そうなんです。超可愛くないですか。こう上から下にキュッキュッってやると、こっちから水鉄砲のようにピューッと出てくるので、お風呂タイムをより楽しくしていただけるかなっていう、ありがとうございます。はい、ということで、それでは今日はりえさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。